とどは、哺乳港食肉も詳しくかトド属に分類される、食肉類。本種のみで、トド属を構成する。北、太平洋及びその沿会のオホーツク海、ベーリング海、北海道からカリフォルニア州南部チャンネル諸島にかけて。繁殖地や上陸地は、アリューシャン列島や千島列島、プリビロフ諸島、カムチャツカ半島東部、アラスカ湾岸。 カリフォルニア州中部のサンタクルーズにかけて、日本には千島列島や宗谷海峡の個体群が、冬季に北海道沿岸部へ回遊する。2015年頃から、宗谷岬沖合の弁天島に、多数の都土が上陸するようになり、2017年5月には、島と周辺の海域で6000が確認されている。東骨最大前兆330センチメートル。 メス290センチメートル。体重オス1120キログラム。メス350キログラム。アシカカ最大種。背面の毛ゴロは単行褐色。覆面の毛ゴロは黒褐色。死は黒く、体毛で覆われない。出産直後の幼獣は全長1メートル。体重16から23キログラム。幼獣は黒褐色の体毛で覆われるが、 生後半年ほどで生え変わる。オスの成獣は、上半身が、肥大化する。額が隆起し、後頭部の体毛が伸長した手紙状になる。俗名、ユーメトピアスは古代ギリシャ語で、広い額の意がある語に由来し、首相名ジュブタスは、ラテン語で、縦紙があるの意で、オスに由来する。岩礁海岸から20から3 0トル以内の海域に生息する。昼間は、 岩礁海岸に上陸して休む。カサゴシシャモスケトウダラヒラメメバルなどの魚類やイカタコといったトウソク類などを食べる。捕食者としてシャチやネズミザメなどが挙げられる。繁殖形態は耐性。出産して約10日後に交尾を行う。5から7月になるとオスが上陸して縄張りを形成し、数頭から数十頭のメストハーレムを形成する。主に6月に 一回に一頭の幼獣を産む。授乳期間は1から2年。オスは生後3から4年、メスは生後3から6年で生成熟する。網にかかった漁獲物を奪ったり、漁具を破壊することから漁業関係者からは嫌動されることもある。日本での1992年以降の本種による漁業損失額は年あたり10億円以上に達する。 北海道日本海側での被害が多いが、2000年以降は、青森県でも被害が発生している。主に底差し網の被害が多く、7割以上を占め、ついで低地網や底立網での被害もある。以前は、北オットセイやゴマフアザラシによる、漁業被害も本種によるものと混同されることが多かったが、2009年以降は、北海道町により区別されるようになっている。一方で、 漁業被害の増加に反して生息数自体は減少しており、これは食物の減少による競合の激化、本種が漁業から食物を奪うことになれたことも原因だと考えられている。日本では漁業被害を防ぐため1959年以降駆除の対象としている。1994年以降は年にあたり116頭の駆除等数制限が設けられている。 漁業との競合、外獣としての駆除などにより生息数は減少した。1990年代以降は生息数が増加傾向にある。アメリカ合衆国やロシアでは保護の対象とされている。1989年における生息数は11万6000頭と推定されている。2015年における生息数は 16万867頭と推定されている。2016年現在 IUCN では以下の足を認め、それぞれ足単位でもレッドリストで判定している。北海道の漁業関係者からは海のギャングと呼ばれ有害鳥獣と目されていた。1960年代には有害鳥獣駆除として航空自衛隊の海マイナス86戦闘機による非重装車や 陸上自衛隊の 12.7mm 重機関銃 M2、7.62mm 小銃 M1 などによる実弾射撃が行われていた。とどの生息地の沿岸漁民が行うとどの駆除は主に繁殖期である春に行われていたため、かつては NHK のローカルニュースにて春の風物詩として毎年報道されていた。フォーク歌手の友川和樹は当時のニュースを見て、 都道殺すなという曲を作っている。基本的に海洋哺乳類は魚を捕食するために漁業関係者に外獣扱いされ駆除されることが多い。2000年代には農林水産省で駆除、環境省で保護という真っ向から相反する政策が取られたこともあった。これは環境省の評価基準が IUCN と同じ基準に基づくのに対し、 農林水産省では独自の基準を採用しているためである。北海道、知床が世界遺産に登録されたことから、都度の駆除に関しては議論が起こっている。都度は世界的に見れば個体数の減少により保護が叫ばれている。例えば、1960年代には2万頭近く来遊していた都度が2000年以降5000頭ほどまでに減少している事実がある。 そういった事実から、アメリカ、ロシアでは絶滅危惧種に指定されており、前述のように、日本による都ドの駆除は、非難されている。それに対して、漁業被害が深刻なことから、漁業関係者らは駆除の継続を求めている。もっとも、漁業被害は、都ドの減少を始めた1960年代から、悪化し、個体数が減少しても被害は増加するという、悪循環に陥っている。 これは、漁業資源の乱獲による魚自体の減少に伴い、網にかかった魚類を捕食する個体が増えたことが、被害増加の原因とされる。なお、とどという和名は、アイヌ語のトントに由来し、これは、無毛の毛皮つまり、ナメシ側を意味する。トドそのものは、アイヌ語で、エタシペと呼ばれる。日本各地にトドイワという地名も散見されるが、過去においては日本では、とどと、 アシカは必ずしも区別されておらず、アシカをトドと呼ぶこともたびたび見られ、本州以南のトド岩野の主市はアシカであったようである。トドカレーは北海道の土産物として、熊カレー、エゾシカカレーと並んで広く知られている。ありがとうございます。